2ベッドルームスイートスイートルームは、ホテルの部屋の構造で、寝室にリビングルーム、応接間などを、他の部屋が一体になっている客室を言う。ルームとあるが、実際は、複数の部屋で構成される。ホテルでは最上位である、ペントハウスアパートメントに次ぐ上位クラスの部屋である、ことが、一般的である。形態としては、マンションの1個、スイートルームとも表記。 発音される。日本語では続き部屋などと訳されることもある。一般に通常よりワンランク上の部屋を指し、部屋の広さや家具、内装なども豪華にし、そのホテルにおいて最上級の部屋になっているまた、ホテルのグレードを示すシンボルでもある。ホテルによっては全室スイートルームになっている。ベッドルームに続く部屋は一般に今であるが、ダイニングルームの場合や、 付き人やボディーガードが滞在するコネクティングルームが付設される場合もある。ベッドルームの数で2ベッドルームスイート、3ベッドルームスイートと言われる。英語のスイートは一式、一組、人揃いの意味であり、そのまま日本語におけるスイートルームを指すが、スイートブルームスのように部屋が複数あることをより、明確に示す表現を用いられる。 ジュニアスイートルーム今が完全に独立していない、客室はジュニアスイートと言われる。ベッドルームリビングは室形式の、スイートルームは室形式のスイートルームも存在する。ありがとうございます。